横浜アリーナで5月7日に行われるボクシング前世界4団体統一バンタム級王者の井上尚弥29イコール大橋イコールと WBC、WBO 統一スーパーバンタム級王者スティーブン・フルトン28イコール米国イコールのチケット抽選販売の受付が10日正午から大橋ジム公式ホームページで開始される。今回は日曜日開催で前回の有明アリーナの時よりチケットは争奪戦になると思う。軽量級とはいえ前統一王者と現2冠王者の対戦がメインなのでチケット価格がバブルになるのは仕方ないかな。チケットは SRS 22万円からスタンド指定 E 1万1000円まで8種類加えてアリーナのプレミアムチェア付きチケット18万7000円、車椅子席3万3000円も販売される。これぐらいが適正な価格だと思う。総合格闘技やエキシビジョンの価格で300万円から100万円は考えられない。高額だが、井上の現役はあと5年ほど。このレベルの日本人ボクサーはこの先当分現れないだろうし、伝説を見るって意味ではありでしょうね。有料でも NTT ドコモで見ますが、試合ごとに登録するのが面倒です。わしはお小遣いが厳しいからいい席かな。それでも 1.1 万円。センターにリングが設置されると思うけど、どの辺の席になるんやろ。3階のスタンド席かな。小さくしか見えないんだろうな。5月7日の世界戦は井上24戦全勝 21KO、 フルトン21戦全勝 8KO の全勝対決。昇級初戦で階級最強と目される選手との対決とあって世界的な注目が集まっている。バンタムでも KO を決めたパンチはすごい音がしたから、階級を上げてさらに迫力を増したモンスターが楽しみで仕方がない。フルトン戦は久しぶりの挑戦者の立場で戦うことで、モチベーションは上がってるはず。圧勝してくれると信じてる。